はいどうも、赤トゲメットです。オプーナ初見実況プレイ第39回始めていきたいと思います。お久しぶりです。前回パルチザンの情報集めでした。くらいしか覚えてないです。フォンテーヌの村。確かオールドフォレストを抜けて、その先へ行こうという感じだったと思います。泣けちゃった。最果ての地。まあ、あんま覚えてないんですが、前回が若干尻切れトンプになっちゃったんでね。失礼出す。前回なんで尻切れトンプを微妙な終わり方したかっていうと、ね、見たいアニメがあったっていう、そんな感じだったと思います。まあ、今回は時間に追われておるわけではないので、この辺は大丈夫ですかね。フォースも結構、前回、マックスオールとか、ね、もう最強のフォースを手に入れたりと、めちゃめちゃ強い感じになってますが。で、情報収集ですね。ここはフォンティーヌ。精霊たちの加護を受けた聖域の村。選ばれたものを、記憶がある？はい、いいえ。はい。どっちだ？あんまり受け入れられてないか。すごいな。秋めいてるな。これから夏なんだけどな。音楽は素敵。あれ？トロンじゃん。ティティア星人？と、カメラワーク。ポリーノはトロンって分かってるが。パラディスにいたお兄ちゃんたちそっくり。はい。何を弟のくせに偉そうなんだから。ボンボンぶつけるわよ。喧嘩はいけないよ。あれ？あれ？記憶が混濁してる。どうした？ちょっとマイクが大きくなってなかった。マイクの音量。これで大丈夫か？なんだ？この池には青ホタルと赤ホタルが住んでいる。水の精霊の使い、水。水は出会ってないんじゃないか？ホタルいますね。こんな昼間なのに。ここ。民家。普通にお料理してる。こんにちは。アルバ、いつの間にかこの村に来て暮らすようになっていた。用があって、はい。シャグラの情報も集めてるんですよね。パルチザンの情報もですが。遠い昔に聞いたような懐かしい感じ。何も思い出せない。不思議とこの村に集まってくるっていう話だった気がするかな。コルド、名前は覚えてるけどそれ以外さっぱり。他の人たちは聖域を守る使命のため選ばれたものらしい。記憶もない。妻と二人いたずらに席を過ごしている。暖炉の炎よりも僕らの方が早く燃え尽きそうだ。はぁ、あ。なんでしょうね。78ナノメートル。OO17C-K811。1時間。なんでしょう。記憶をなくしてる？名前以外の記憶をなくしている民家。あれ？あなた、ノアじゃん。最初の方いたよな。
なところでティティア星人に会えるなんて。君たちも迷子なんだろ。いや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 、僕も相棒もスペースシップへの帰り道がわからない。ああ、僕の相棒も家の裏で散歩してる。どうやら記憶を失っているらしい。何を聞いても無駄だろう。もう諦めちゃってるじゃん、ナレーションも。村長シャグラパルチタン、はて、むしろはここに来る前の記憶がない。力になれずすまん。聖なる泉を見ていかれては。聖なる泉、いにしえの遺跡の地下にある聖なる泉はエナジーの源とも呼ばれるありがたい泉。エナジーの源、いにしえの遺跡の地下、遠いですね。多分普通のものなら通せませんが、聖者のご一行様なら話は別。洞窟の入り口を守っている者に伝えておこう。フラグ立った。あ、実薬草会に来たの。はい、ごめん。フォンテーヌの草の育ちが悪い。ベッド使ってね。はーい。体力は満タンだからいいけど。じゃあここで休めるのか。いいです。そういえばポリーナのステータスって今どんな。あー、まだまだって感じではあるか。にゃーん、にゃおう。民家はまだあるよな。ここは入った、入ったな。こっちもあるな。民家しかないけど、交代で聖域への入り口を守ってる。外にはダークローが多くいるが、聖なる夢である限りこの村の者が恐れることはない。はあ、そういうもんなんだ。私たちこの村に住む者は皆アイゼル様に選ばれた者。アイゼルか。不思議なことに選ばれる前のことは何も覚えてない。聖域の地を守るためにフォンテーヌの村に使わされたという使命だけは知ってる。名前と使命だけ覚えてるのか。使命と使命は覚えてる。お、なるほどね。やっぱ酔うな。画面酔いするな。ほんともう半年ぶりぐらいの収録なんだよ。全然プレイの記憶がないんですけどね。水の精霊か。特になんもないよな。このも？まあ、いっか。とりあえず右に行って、前回守られてたんだよね、確か。この先には通せないっていう感じで。ワンちゃんもついてきてるけど。久々のプレイなんで、ちょっとガバプレイかもしれないです。出た。ドラゴン。介護官。普通にボンボン投げてるだけで倒せるかなっていう感じでなんとなくやってます。よし、村長の許可取ってきたよ。イニシエの遺跡、この先の道を抜けて、湖の前を東へ。はあ、地図もうほとんど踏破してますもんね。でもこの先にまだ行ってないところがあると。はい、妖精の散歩道2階。うわ、なんか見づらいな。うい。ちょっと操作の確認もしながらね。
アンクルキートン、十字で動かす、ボンボン、ポイズンボム、やばい、敵いっぱいいるやん、逃げてってるし、オッケー、バッチリー。普通に障害物が多すぎて見えないっていうね。アイテムは取っていきたい。おお、オス。ポリーナね。精霊様はこっちだよ。どっちや。迷路か、普通に。精霊様の湖は北の通路に沿っていけばいい。北の通路。アイテム取っていきたいんだよな。上にもいるな。フォレストマスター。風のオーラ様、回復した。キッズドロップ。あ、キャプテンクラウド、クラウドサーバーなんか生やした。今ちょっとテキスト早かった気がするけど、ここはあ、もうもうすごい普通に直線的な迷路じゃないですか。ちょっと待って、この階層のアイテムと精霊さんの話を聞いていきたい。敵多いな、そして。ただ精霊がいる。多分死ぬことはないと思うんで、悠長に戦っていっても大丈夫だと思いますが、できるだけ多くの敵を倒してはいきたい。そして経験値を、ポリーナに経験値をっていう感じで。フォース、コプーナ、ダブルハイ、マルチワクチン、思い出しつつね。マルチワクチンはあれだよな、状態異常にかかんない系だった気がする。免疫ができる。あーっていうか、エコーレーダー使わなくてもいいのは昔もらったやつか、ロイドレーダーのおかげ。これだ、多分突き当たりにはアイテムが落ちてる。めっちゃ複雑、狭いけど複雑。お、突き抜けた。 UFO リングってそういう効用か。ポイズンボム、毒った。やっぱ物理攻撃はオプーナだな。ポリーナが死にそう。オッケー、ちょっとポリーナの守備上げるか。ここら辺も調整しつつですね、まったりといきましょう。一応上げてるんだけどな。ファイナルストレンジはいい。
あれ回復系ってなかったっけな。まあいっか。眠らないな。ファイナル社員つけとこうか。あんま特殊なのが効いてない感がある。ああ、妖精さん。やばい、誤作動する。あ、今タゲが変わったんじゃなくて逃げただけか。オブナテイ一撃。回復しよう。回復回復。ポリーナいつ死ぬかわからんこれ。守備、めっちゃ惑わせてくるやん。惑わせてるんじゃないのか。突き当たりはアイテム。ホワイトチョコ。新アイテム。最大 FP に誠実さ1。あー、そういう、これ知名度1じゃん。そういうあれもあんのか。誠実さいるよな、どっかで。突き当たりは左下。めっちゃいる。逃げんなこら。弱い。経験値起こせ。左下。うわぁ、でか。黄色い数字はなんだっけな。うわ、すげえ攻撃。黄色い数字って吸ってるんだっけな、体力。あ、効かない。誰から黄色い数字出てるかな。よし。あ、何か掴んだ。ポリーナレベルアップ。何も覚えない。レインボーボム、よし。迷うね、これ。できるだけ精霊の話聞いていきたいが、まあ、効率もあるんでね。なんかすごい攻撃しやがった。火のオーラ。同階層だけ強い攻撃。はい。UFO リングが強いのか。こう行って、右、左。アイテム回収するの大変だな。外した。出た。面白い顔してるやつ。大地のオーラ。何が起こった？ポリーナ面白いな、この挙動。いけ。レーザー。あんま効かない。ポリーナにすら効かない。見かけ倒し。おっす。もう、ここに来るとロイドレーダーあるから楽勝なのかな。一回。複
雑。なんかあるぜ、これ。読み込みが遅い。怖い。うわー、なんだこいつ。ボスプラント。ボスの植物。どんぐらいダメージ？ポリーナのダメージが怖い。あー、結構効いてる。回復。マックスオール。あー、2枚。オプーナで倒せる。やばい。まやかしアタック。どうだ。よし、結構効いた。やば、タイミングはクソ。いけ。ちょっとオプーナのエナジー回復がすごい遅いね、これ。ボンボン。一応エナジーパックはつけてるか。相当減るよな。消費エナジー120。足す28。大変だこれ。一回で200以上減ってるもんな。パラサイトコートもだけど。だから結構、ボンボン一回打ってからのクールタイムが長い。ですね。どこだこれ。こういう感じ。うわ。なんかある。多い。敵多い。クールタイム長え。やば。死んだか。オッケー。何か掴んだ。オプーナレベルアップ。回復しつつ。グリーンシード。最大 HP アップ。ゴースト系っていうのがわかんないな。ゴースト系？ダークローグ。まあ正直よくわかんないけど、何系に属するのかよくわかんないけど。いろんな敵いるな。こういうのとか属性って書いてないかな。下がある。あ、
こういう感じ。あんま、大した道じゃなかった。突き当たりには何かあるの法則。あ、これ3連出てやりて。はい。突き当たりに何もないと。何もないと。結構狭いから、あんま期待しない方がいいかも。クールタイム長い。OK。こういうとこ、すごい気になっちゃう人だから、すごい探す。アイテムないか気になりません？こういうの何の変哲もない道にゴロッと置いてある。うわぁ、これはフォースで一気にスパイラルトーチ倒せない。ミラーボール、フォレストマスターが結構強いか、ポリーナにとって。そんな感じ。てか全体的にフォース使った方がいい気がする。森だし。追撃が強い。ちょっとフォースも見た方がいいか。炎系でもっと強いのあるよな。コプーナの炎系のフォースてかいっぱいあるな。アシッドシャボンが強いんだっけな。40、あれ、そんなでもない。敵全80、敵全100、パワーブラスト。消費エナジーもあるからな。バーニングウィンド。OK、FP も結構大事ではあるが。アイテムこれだけか。幅優先探索。ハルマゲボン。効果絶大。効果絶大。ただ FP も結構使うからな。ポリーナレベルアップ。早い。どんどんレベル上がってほしいな。どれだっけ。バーニングウィンド。ああ強い。どこにいても当たるからな。攻撃中でも元いた場所に戻るっていう、そんな技ですね。まあ、こんぐらいの数なら、ダメだな。こんぐらいの数じゃ、使った方が良かった。
ミラーボール。バーニングウィンド。強い。やっぱコプーの魔法攻撃とか、ですかね。フォース攻撃とか。こんなとこでも預金はできる。先進みましょうか。精霊の湖を東へ。なんか多い。おお、強っ。メガトン。メガトンパンチ。よし。軽いか。いいね。回復。こんなとこ。あ、外抜けたな。美しい湖。上にもいるが逃げてった。うわ、ボーリング。そういう攻撃。ムーブバック。誰かいる。なんと美しく静かで聖なる趣か。私は記憶を失い、いつの間にかここへさまよっていった。神のお示しかもしれない。神は私に何をかけと申されるのか。そういえばテレビってやってる？テレビってどれだっけ？さすがに電波が届かないか。湖は静かに波打っている。お兄ちゃん、この湖、水の精霊様が住むって聖女の島の言い伝えにあった気がする。ここか。赤ホタルと青ホタルが出るの。でも今は精霊様がいるような気配は感じられない。灰色。アイテムあった。エコーレーダー、いらない。いらない。もうロイドレーダーあるから。スターヒューマン。聞いてない。聞いてないんだけど。聞いてないんだけど。ゼロダメージ。聞いてない。まあ速攻で逃げるから。あれなんだろうけど。うえ。よし。スターヒューマン多分属性攻撃だな。それか、あれ、フォースの攻撃しないとダメですかね。俺聞いてない。2ダメージしか取ってない。なんか試行した方がいいか。パワーバウンド。1。炎、よし。炎通る。スパイラルアタック。あんま意味ない。物理向こうか。ラストハルマゲボン。逃げた。20。そして誰もいなくなった。
あれか？敵、敵、ダークローグ。スターヒューマン。あ、倒してないと出ない感じか。スターヒューマン、スターヒューマン。いないな。この辺だもんな。どの辺だ？これ何順なんだろう。スターヒューマンいる？でも似たような敵いたよな、他にも。この辺な気がする。倒さないと、退治しただもんな。退治しないとダメか。ポケットテント。速攻で逃げるんだけど。それはそれで嫌だ。そんな強くない。ああ、もうこんぐらいか。門が傾いてる。ここ、東へ。あ、いにしえの聖域。ヘビーバルーン。全然ダメージ食らわないんだけど。よし。バルーンガム。ハイオール。フォースが減ってきた。こんな感じ。めっちゃホタルいる。え？なんだ？こんにちは。おや、フォンティーヌの村長の許しをもらってきたのですね。はい。イニシエの遺跡はこの北。東は瞑想の荒野。瞑想の塔が立っていますが、入り口の鍵がなければ入れません。鍵がなければ東へは行かない方がいいでしょう。そうだな、セーブもしないしな。一回行きたいって感じはあるけど、ボスが強すぎるとめっちゃ戻ってくる時間かかるからな。こういうのを先に、右、っていうか東の探索をしてから、北行ってもう一回東へ行くっていうのが定石だが。敵は強そう。OK。瞑想の荒野、広い。本当に荒野だな。ムーブパック。今ムーブパックってどこ行けんだろうな。全然いけねえ。この辺凍結されてんな。そうなんだ。あ、でも、いにしえの聖域いけるな。すごい楽。
そっか、凍結されてるってことは今、普通に最初の方戻ってもこの方には行けないよってことなのか。クリア後のあれなのかな、もはや。釣りのマニアになりたいとかあるんだけどね、一応。でも敵はそんなでもないのか。ゴーレムブロック。いいね。今回の終わり時を見失ってる感はある。ロケットがおる。ロックオン。強そう。爆発資産。ピンクフライ弱いんだけどな。いまいち、なんか、特徴みたいなのが見出せてない段階で倒しちゃってる。ここは塔な。案外近かった。爆発資産。OK。ハイドミスト。あんま使ってないな。この先行けないな。断崖になってて、行けません。こんぐらいの段差なら行けよっていう感じやけど。まあ、マップ的には、もうちょいやりそうな予感はするけど。まあ、この先は、後々ですもんね。いいでしょう。背景がだいぶ作り込まれてて、すごいいい。一発。一発。全然ダメージ食らわない。ノーダメでいける。はい。こっち。ペット禁止。なんか、イニシエの遺跡。雰囲気変わりましたね。おー、雰囲気がある。セーブスタンドねえかな。そろそろ、この動画を締めて、次回にしたい。こいつしかいねえ。ここに来てそんな、弱い、敵、一体。セーブスタンドない。なんか落ちてますけど。セーブスタンドない。ここに来てなんかすごい弱い敵いっぱい出てきたな。全然、全然。タイミング合わない。すごいなめぷしを。はい。フォースを使いたくない。これには乗れると。どっから行けって感じか。右。ああ。がっつりめのダンジョンだ、これ。がっつりめのダンジョン。
ロイドレーダーもらっちゃってるからな。ここ行けなさそう。入り口はここみたいだけど、象が邪魔で入れない。ですもんね。ちょっとここで閉めましょうか。セーブできないんですけど、まあいい時間なので、あといい区切りだと思うんで、お金預けて。結構溜まった。FP 回復ができるか。お金も取れるしな。はい、というわけで今回ここで終わりにしたいと思います。次回も連続で撮りますので、記憶はちゃんと残したままで。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではでは。